エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回は限られた時間でも指で成長できた3つの要因を紹介したいと思います。社会人になったり部活をしたりしているとどうしてもゲームの時間って減りがちですよね。僕自身も解説動画を作ったり仕事をしているとゲームの時間確保というのは限られてきます。特にスプラに関してはライブ配信以外でする機会というのは減りがちになってきました。ですが短い時間で腕前を上げたいという欲張りな考えはあります。そこで僕自身が週3日の2時間程度のプレイで腕前を上げるために徹底したことを紹介したいと思います。つい先日前作からのパワーを更新できましたからね、少しでも皆さんに伝えられればと思いますので最後まで見てもらえると嬉しいです。ということで今回はプレイ時間自体が少なくても成長できる要因を次の順で紹介していきます。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方は、チャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず成長するにあたって重要なのは時間を増やすことになります。さっき時間がないのに成長できるって言ったじゃんと思われるかもしれませんが、時間を増やすことがまず大事です。というのも、ゲームの腕前というのはかけた時間によって培われる経験値というものがあります。この経験値というのはエイムと対応力になってきます。この2つはどうしてもプレイ時間が長い方がゲームに慣れたり経験などが増えて有利になりやすいんですよね。じゃあ睡眠時間とか削ってプレイするしかないのかと思われるかもしれませんが、まず確認してもらいたいことがあります。そもそも限られた時間でプレイしてるのに武器をコロコロ変えたりしてませんか？これを確認してもらいたいんですが、プレイ時間が少ないのに成長するために武器をコロコロ変えてプレイはしてないでしょうか？これはどこまで成長したかによって変わりますが、目指す成長度合いによっては武器を変えるのはあまり好ましくはありません。というのも武器を変えるというのはエイムや対面の経験値というものが全く違うからです。どれくらい違うのかというと、スパッタリーとトライストリンガーのエイムの合わせ方と対応の仕方ぐらい違います。基本的にどちらもエイムを合わせるという動作を行いますが、攻撃手段というのは全く違いますよね。それに立ち位置も違いますし、対面の得意不得意などもあって、思考の違いが大きくあります。そのため、同じ時間プレイしていたとしても、成長するための経験値が分散をしてしまうというわけです。同じ時間のプレイだとしても成長したい武器を使い続けてないと経験値というものは溜まりづらくなるんですよね。僕自身もともとスパッタリーナの前衛使いですが、トラストに変える時はその武器のみをずっと使い続けていました。現在プレイとして700時間ほどスプラ自体にかけていますが、ほとんどがトラストに当てた時間となってます。今こそエイムは当たりますが、最初の時というのは前衛の経験値があってもやはり難しいというのが正直なところでした。いろいろと説明が長くなってしまいましたが、要は成長したい武器に対して時間を増やそうという話です。合計100時間プレイしてもトラストにかけた時間が20時間の場合、90時間トラストを使っている人には勝てません。これを他の武器でも言えますが、時間でしか得られない経験値というのは必ずあります。忙しくて時間が取れない人ほど武器をしっかり使い込んでいくというのは本当に大事なことだなと思います。ただこのおかげで前作のスパッタリーの XP に追いつける実力はつけたので、まあやっててよかったなとはつくづく思いますね。続いては時間の質を上げるということが大事です。先ほど紹介した時にそもそも武器を絞っている人もいると思います。ですがなかなか成長を実感できない、または停滞気味だという人もいるのではないでしょうか。こうなった場合、いくらプレイ時間を増やしたとしても成長の上げ幅というのは小さくなってしまいます。しかもプレイ時間を限られているとなると、よりモヤモヤしてスプラ自体へのモチベが下がってくる原因となりますよね。こうなった場合に有効になってくるのが時間の質を上げるための反省をしていくことが重要となります。なんだ反省かと思われるかもですが、実はこれが時間の質を上げる一番の簡単な方法となります。そもそも反省というのは負けた原因や勝った原因を冷静に判断する機会となります。例えばですが、そもそものエイムがこのパワー帯に足りていないのか、ルール解除のタイミングが悪いとかですね。これは試合を見直して初めてわかる部分となります。
仮にですが20キル取った試合で負けたということがあった想定で考えていきたいと思います。この試合後に反省をしなかった場合というのは、大体の方はキルは取れてるけど自分の実力は足りてるっていう判断はできるかなと思います。まあ、味方次第っていうところですね。ですが蓋を開けてみると20キルの内容が味方のカバーや防衛のキルだけだったとしましょう。この場合その結論は本当に足りてると言えるのでしょうか。多分足りてないと思いますよね。直接一人でキルを取ったってことがあまり多くないってことですからね。ですがこれはキルの内容をしっかり反省したからこそそう言える部分となります。こういう試合を冷静に反省した場合、キルは取れてるが前に出るための有効キルが取れていないという結論が出せます。この2つの結論を並べた時、成長する要素として時間を有効活用できるそうなのはどちらでしょうか。圧倒的に後者になるかと思います。どこのキルを取っていくと改善できるか明確になっているからですね。正直これだけで時間の質はさらに上がっていきます。このように反省することは時間の質につながりますので、ぜひ試してみてください。最後は知識をつけるということです。時間の短縮をするには一番これが手っ取り早いと思っています。先ほどの反省もですが、そもそも知識がないと反省する部分というのはわからなかったりします。そのため勝率が高くなる知識というのは最低限把握してないと反省もできませんし、仮説を立てるっていうのも難しくなります。このことから知識をしっかりつけるのは成長につながる要素だと言えます。知識で一番差が出るといえばポジションからの有効射程などですね。マヒマヒが特に分かりやすいですが、2箇所の攻撃場所を比べてもらうと知識の差が一気に出てきます。段差に乗って攻撃するだけですが、これだけ射程の差が出るんですよね。これを知っているか知らないかによっては試合の有利性が大きく変わります。このようにマップの知識一つでも対面において差が大きく出てくるわけです。こういった知識を抑えているだけで一気に成長できますので、ゲームできない時などは調べたりしておきましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。限られた時間で弓で成長できた3つの要因を紹介はいかがでしたでしょうか。個人的に今回の話はトラストに限った話ではありません。というかランク系においてはとても大事な話だと思います。 APEX とか他のランク系でもですね、言えることだと思いますね。短時間で成長するにも、そもそも今の時間の使い方が正しいのかどうか見直すことが一番早い対策かなと思います。なのでぜひ今のプレイ時間の使い方など確認をしてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。